はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。強くなりたいガンダムオンラインやっていきたいと思います。本日は北極基地、バトルエリアのある北極基地ですね。でこんな構成にしてみました。でもって左手っていうか、今カジカンでるんだよな。どうしようかなって感じなんですけど、とりあえずバトルエリア行ってみたいと思います。さあどうしようかな。バトルエリアと、まあ、この辺の拠点が守れればなんとかなるかな。戦場的には左官戦場ですね。かなる犠牲を払ってでも勝て。気持ちこっちの方が階級が低いかなという気もしなくもないけど、そんなに大差はないですね。まあ向こうに4人ほど順守がいる程度差があるじゃんって感じだけどまあいいか。まあ順守なんでね、そんなに気にするほどではないかなという気はします。ということでバトルエリア着きました。さあどうすかね、どんな感じかな。ミサイルとか狙われてるし、やべ、やべ、狙われてしまった。負けるのが怖いのは分かりますが、はいでしょう。バトルエリア結構連邦来てるな。選択してください。さあどっちで行こうか。ドムさんで行っちゃおうかな。出撃する地点を選択してください。連邦のエースなど恐れるに足りんぞ。使った、使ったよ。狙われてる。どうもダメだな。ドームさえうまく使えないよね。スプッシュでひるんで被弾面積も大きくて。出撃する地点を選択してください。あ、間違えた。出す機体どうしよう。自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。おお、嘘、思いっきり固まったんですけど。指揮官からの指示です。思いっきり固まってびっくりしたわ。ちょっと変えれるかな。これやばい、やばい。一旦帰りたいんですけど。指揮官からの指示です。一応初動はなんとか買ってるっぽいですね。さてバトルエリアもうちょっと制圧できれば理想的な感じかな。5は取れてるしね。あ、取られてるし。指揮官からの指示です。バトルエリア押されてるよな。指揮官からの指示です。これ分でいいのか。
パ地雷。どこ行った。自軍戦略兵器が設置されました。起動範囲まで運搬をお願いします。取っ手を取れて運べ。もうない、あれが。甘く見ないでよね。こいつを倒したかったな。 FPS 落ちてるかな。40台が見えますね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。指揮官からの指示です。フレンポーいい気になる。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。やば、弾が切れた。上に登ってったようなミサイル。ありがとうございます。きつい。外おお、どこまで落ちた。連邦にやられるなよ。ありがとう。すげえな。ありがとうな。相手が悪かったのよ。修理中、超俺は言っておこう。ありがとな。あ、無理だな、遠いもんな。あれで復活できたらすごいわ。出撃する機体を選択してください。ドンさんしかいない。出撃する地点を選択してください。あ、逆転されてるしな。指揮官からの指示です。とりあえず5行きますか。見渡しのいいとこはね、ドムさん苦手すぎるもんな。もう瀕死なんすけど。嘘、どこだよ。校長、校長。やられたわ。スコープドッグだって。出撃する機体を選択してください。ああ、これ20秒待とうかな。出撃する地点を選択してください。ないだ。11機ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。できればね、撃破金を毎回取りたいところではあるんですけどね。あ、バトリエエリアがこれでトントンか。指揮官からの指示です。やばい、これはやばいな。切られたわ。っていうか敵だらけだよ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。やばい。ああ、甘く見ないでよね。だわ。
どうする、2機あっという間になくしちゃったな。待った甲斐がなかったぞ。出撃する地帯を選択してください。困ったな。出撃する地点を選択してください。マジかよ。まだまだ腕は。やばいな。機体がないです。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。アトレリアやばいでしょう。自軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。連邦めいい気になった。くそ、早く脱出しろよ。こいつここで切ってるだけなのかな。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。どこ、下、上か。その力私のために使ってもらうぞ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。ロックオンされてんだけど、あんなとこから撃ってくるの。残り 50% 以下です。危ねえわ。きついきつい。さてどうするかな。負けてるよね。バトルエリアもうちょっと行ければな。なんか人数が少ないような気もしなくもないんだけど、気のせいですか。このまま連邦を包囲しろ。結構上を制圧されてるよね。5から上に行こうかな。指揮官からの指示です。自軍本拠点 Z の防衛を。指揮官からの指示です。やばい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 、プスってるからな。ただと先に やばい、死ね。死ぬわ。どこされてる。敗北という烙印をさせていただきました。完全に囲まれてるな。まあ、バトルエリアで取り返していくしかないよね。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。
自軍戦力ゲージが残り 30% 以下です。戦略兵器が破壊されてしまいました。な、何をやっているのだ。飛びなあいつ。指揮官からの指示です。早いんですけど。うっそ、マジか、切れないのかよ。しかもプスってるし。敵軍戦力ゲージが残り 30%。 連邦がいい気になっているのよ。指揮官からの指示です。さてどうすかな。減衰、レーダーが回復しました。弾がないっす。これ帰れるかな、ここで。思いっきりバレてるけど。あ、やべやべ、間違えた。あと6機はちょっと無理っぽいな。さあ、どうする。指揮官からの指示です。起きてんな。ここでも地上でしょ、これ。作戦時間が残り3分です。いやー、どうしようか。指揮官からの指示です。いたような気がしたんだけど、いなかったか。指揮官からの指示です。出たとこにいますな。連邦にやられるなよ。ちょっと機動力に差がある。これダメだな。おやおや、整備不良かい。バトルエリア行くしかないね、最後。みんなで出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。自軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。敵軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。さあどうする。指揮官からの指示です。爆撃。作戦時間が残り1分です。
ゃあ、あと2くらいなんだけど。感謝しています。もうない。アーマーが。ジオンには本当に兵がいないようですね。あと3機ちょっと無理だな。もうよしよしよし、最後バトリアで盛り返したね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。ありがとうございます。よし、我が軍の勝利です。お疲れ様でした。よかった、勝てて。できれば20機落としたかったけどね。ドムさんがやっぱちょっと微妙な活躍だな。もうちょっとできればな。43.0 43。あ、バトリア精査微妙、ほぼ一緒。 MS が 52.89。 あ、 MS 撃破が全然上でしたね。本拠点も一緒だから、 KD はこっちの方が上だったんだ。16機、25機。あ、この辺ゼロだもんね。一人抜けてるっぽいけど、それもあってあれかな、こっちが勝ってたかもしれないですね。後衛が多かったのかもしれないな、もしかしたら。支援機とか、連邦支援機多いですからね。こっちゼロの人少なかったから、まあまあそれでもゼロって言うけどね。まあバトルエリアのあるとこって割と支援機はいますよね。助かってますけど。まあラルさんはまあまあかな。順位的には半分以下でしたけどね。個人評価の報告です。ちなみにアップデート後初めてかな、この試合。あ、格闘技能リボン金だって。あ、格闘結構振ってたもんね。本部より報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。格闘技能リボン金は、格闘で10機以上倒すともらえますね。で、ちょっと何を見たいかというと、参戦予約ボタンを押してください。2試合目だ。アップデートかは分かんないけど、階級2試合だから、あと5試合でまた階級が変動しますね。まあこんな感じですね。ここは計算したい人はしてください。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。時間あるかな、もう無理かな。あればもう1試合やりたいんですけどね。そういえばあの EX ってどうなってんだ。あ、13枚ですね。じゃあ1回回します、回しましょうか。ここでね、補充します。結局補充してもここは残るからね。補充した方が得かなという判断で最初から回します。はい、2日ですね。はい、残念でした。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。